こんにちは、甲子園欅散歩道、はい、マギログ動画、はい、今日も甲子園欅散歩道を、はい、マギと一緒にお散歩したいと思います。はい、マギ、今日は秀英館の鎌田先生が登場です。ありがとうございます。マギログ動画に、はい、秀英館の鎌田先生が今日は参加していただきます。はい、鎌田先生どうぞ。はい、イエイエイ。どうもこんにちは、秀英館の鎌田です。よろしくお願いします。じゃあ先生、今日どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はどこにお散歩連れてくれますか？はい、今日は、はい、ちょっと楽しいですよ、ワクワクする、はい、玉屋さん。玉屋さん見てください、これこんなの描いてますよ。これ映りますか？ほう、今日火曜日、はい、午後3時を天ぷら揚げてます。あ、野菜、魚、そうです、玉屋さんはお魚屋さん？お魚屋さんで、うん、野菜も、うん、お魚も、エビも、あ、その場で天ぷら揚げてくれる、はいはいはい、めっちゃ嬉しい。はい、これはちょっと、でもお高いんでしょ？お高い、いや、そんなことないですなことないですか？ここ見ましょう、はい、お見てください。お安い。あ、これは魅惑ですね。さつまいも55円、インゲン、レンコン55円、うん、イカリングに至ってはほら45円、安い。イワシテも50円なんて、これは買わなきゃダメでしょ。お昼3時からです。3時からですね。今ちょうど2時前ぐらいですけど、うどうかな、特別にあげてくれますか？あげてくれるかな。はい、ちょっとぜひ入ってみましょう。行きましょうか。はいはい、こんにちは。こんにちは。どうも、わあ、ご主人すみません、お邪魔します。お客さん、お邪魔します。わあ、新鮮なお魚が、お魚すごいと思いません？ねえ、これ何、ね、切り身ばっかりでこうやって全部見ることも少ないんでね、うん、名前見ないと名前がわからないっていうところはちょっと痛いです。甘エビもすごいプリプリ。あの、鎌田先生、町のお魚屋さんって、はい、最近減った思いません？そうですね、だから魚を切り身でしか知らない子供とかっていうのも結構たくさんいてね、うん、だからもう、うん、これがなんていう魚っていうのを、まあ、僕らも分かってないですよね。勉強になります、ね、はい、勉強になります。マギ、なんかええ匂いしますけど。そう、気持ちはいい匂いするんですよ。ちょっと今日は、はい、3月3日、ひな祭り、はい、釘に、すごいすごい、わぁ、すごい、釘にの匂いね、すごい、いいですね。ちょっと中覗いてみません。2月にね、あ、すいません、お邪魔します。わぁ、仕上げ段階ですけど、釘に咲いてます。ちょっと見えるかな。あの、釘にのシーズンになると春の訪れを感じますね。いいですね。ちょっと生が終わってしまったんで、ちょっと味見。あ、味見いいんですか？ありがとうございます。わぁ、やったやった。あ、これは美味しそう。どっちで美味しいです。すいません、ありがとうございます。あ、試食や。山椒。ありがとうございます。山椒。僕もね、ゆっくり食べます。はい。どう、マギ？山椒が効いててすごい美味しい。うん、本当本当。いい匂いしますね。美味しいです。いいですか。釘に行って人によって味が全然違いますからね。そうね。各家庭、お母ちゃんの味やもんね。そうそうそう。で、実際にここでお魚を買って帰ったり、先ほどあの表の看板にもありました、うんうん、天ぷら、天ぷらね、天ぷらもご主人が揚げられるんですか？いや、違います。天ぷらは天ぷら先生に、あ、天ぷら担当の方がいらっしゃるんですね。へえ。マギ、あの、奥に奥さんいらっしゃるんで、奥さんの話聞かせてもらっていいですか？いつもお世話になってます。本当に、はい、ありがとうございます。うわ、すごい、ほら見て見て見て、きゅうりも綺麗、色が濃い、お野菜もほら、うわ、綺麗なきゅうり、うん、トマト、サンド豆、うん、いちご、卵もね、何でも揃いますよ。フルーツも何でもあるね、うん、ほら、いちご美味しそう、甘お、甘お、あの、ね、奥さんもお買い物ここで済んじゃうね、全部済みますよ、もう私仕事がある時間ない時ここでもほんと、うん、何の、お肉ぐらいちゃいますもん。肉は肉屋に行きますからね。私スーパー行かないですから。先生、はい、いつもここで天ぷら作ってるの知ってました？はい、もちろん、あの、ずっとお世話になってきたんで、もう何年ぐらい食べてたかな、あの、天ぷら毎週火曜日食べてました。あ、そう、はい、今でもですか？ね、今ちょっとね、おばあちゃんが入院してしまったので。あ、そう、でも毎週ここに買いに来てたわけですか？ね、おばあちゃんがとろけてくれるんですよ。僕のおばあちゃんが、あの、ここの天ぷら美味しいよ、ここに買いに来てくれて。そうなんですよ。で、あの、鎌田先生のところに届けてくれる。僕ものすごい甘やかされてる。先生、甘いもんすもんね。そうなんですよ。
生徒の周りは意外とね、ビシッと見てる子は、おばあちゃんにしたら孫ですよね、まあ、じゃあこの辺の人たちにとってみたら、あの毎週火曜日は、うん、天ぷらの日がインプットされてるわけですね、うんうん、でもあの奥さん、えらい安いですね、天ぷら。あの天ぷら、この材料で作ってるって、うちの、もう新鮮な材料で、お魚も。なので、できるだけもうちょっと安く。喜びますよ、あの値段はね。なかなかね、そんなお店ないよ、うん、ないです、ないです。あの先ほども言いましたように、うん、生魚売ってるね、うん、お魚屋さんみたいなのもなくなったし、そう、で そこで売ってるお魚や、うん、お野菜やお天ぷらにあげて食べさせてくれるお店なんかないよ、ないないない。しかも40円とか50円とか、そうそう、昭和の時を思い出しますよね子供たちも食べれますよね、食べれます、食べれます、お小遣い100円あったら2つ食べれる。ああ本当、ね、後でじゃあまた天ぷらも、はい、試食させてもらってもいいかな、いやできられるかな今準備されてるみたいですけど、後でじゃあちょっと試食させてください。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ鎌田先生、今日は、はい、今日は、玉屋さんにお邪魔しました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。